11月の無料講習会のご紹介をいたします。まずは講習会で人気のガマグチのご紹介をいたします。親子猫の金具がかわいいガマグチになります。花柄や金具と同じ猫柄などの生地で可愛さアップの仕上がりとなります。丸玉がデザインアクセントの生地選びが楽しくなるガマグチです。ミニポーチとしてバックインしても素敵なデザインです。定番のお財布タイプのシンプルなガマグチのデザインもご用意しております。今回ご紹介したガマグチ以外に全部で7種類のデザインから選んでいただくことができます。受講できるデザインはスタッフにお気軽にご相談ください。続きましてワイヤー口金ポーチとなります。こちらはファスナー付きの立体的な形のポーチとなっております。ファスナー部分にワイヤー口金が入っていて、ポーチの口が大きく広がります。中身が取り出しやすい立体的なポーチとなっております。バネ口ポーチのご紹介をいたします。片手で口金の両側を押してワンタッチで開けられるバネ口を使用した立体的でコロンとした形が可愛いバネ口ポーチとなっております。ベンリー口金ミニバッグのご紹介をいたします。持ち手部分が金具と一体型になっていて、口が大きく開き、中身が見やすく出し入れが簡単です。持ち幅もあり、ミニサイズなのに収納力があって嬉しいバッグとなっております。生地選びによって華やかにもカジュアルにも仕上げられるミニバッグとなっております。必要な材料は事前にご用意ください。糸は教室でご用意しております。デザインによっては使用できない素材もございますので、スタッフにお気軽にご相談ください。無料講習会は時間割人数制限のため完全予約となっております。11月は鎌倉本店のみ11月16日水曜日に開催いたします。皆様のお越しをお待ちしております。